日本写真誌。日本写真誌とは、日本における写真の歴史で、本校ではその概要を述べる。銀版写真が発明されたのは1839年で、あるが、その4年後の1843年には、オランダ戦により、長崎に日本最初の写真機材が持ち込まれている。当時長崎の御用承人で、蘭学者あった、上野俊之の城、上野彦間の父は、 その機材をスケッチしているが、機材自体は持ち帰られた。1848年には、島津成明が、銀版写真機材を入手し、一木志郎らに研究を命じているが、銀版写真は、薬剤の調整が難しく、一木及び、薩摩藩主薄木彦こ職衛門が、写真撮影に成功したのは1857年9月1日と、言われている。 なお、1850年にサンフランシスコで撮影された、坂江利丸ノル組員、ジョセフヒココと、浜田ヒコゾーラの写真が、日本人を撮影した写真としては、最古とされている。1852年に、アメリカを出港したマシューペリーの艦隊には、写真家のエリファレット・ブラウン、アライファレット・ M ・ブラウン・ジュニアが加わっていた。ブラウンは、ダゲレオタイプ。 銀版写真の技術によって人物や日本各地の風景を撮影した。そのうち人物写真6点が現存しており、日本最古の写真とされる。横浜に近い石川郷、横浜市中区石川町の名主は、ブラウンが写真鏡を用いて撮影を行った様子を記している。1860年の初め、もともと中国で、 写真館を経営していたオリン・フリーマンが横浜で日本最初の写真館を開いた。翌千八百六十一年、フリーマンの機材一式を購入したうか玉川が江戸やゲンボリで日本人によ最初の写真館を開いた。日本の写真の祖として知られる上野彦馬は長崎医学伝習所で科学の視点から写真術の研究を行っていたが来日したネグレッティザンブラ社 特派員で、でプロロの写写真真あったピエエール・ロシエから、本格的に、湿式を学んだ。1862年には長崎に上野撮影局を開業するが、ここで撮影された坂本龍馬の肖像写真は有名である。同年には横浜在住のアマチュア写真家であったジョン・ウィルソンの機材を譲り受けた下岡蓮城も写真館を開業している。 堀予兵、大阪屋予兵が、京都の寺町通に社場を開設し、1864年には、ロシア領事、ヨシフコシケビチから学んだ、木津孝吉が、函館で、上野の弟子である、富井利兵も1866年に、柳川で開業した。その後、彼は、熊本に移り、西南戦争の後や、熊本の風物、人物を撮影している。島にも、 幕末の1862、文久二年頃に、江戸下屋で写真館を開いており、妻の島隆は日本最初の女流写真家となった。1867年に市田壮太が京都で写真館開店。1870年に神戸へ進出し、1882年に元町に移転。1868年、慶応4年には、 横山松三郎が江戸両国に写真展を開業し、その後上野に移り、通天楼と合して営業した。同年、上野彦間の弟子の内田九十一が大阪で写真館を開き、横浜、東京にも進出して、1872年に宮内省御用係の写真誌、第一号として明治天皇の肖像心を撮影し有名になった。同じく慶応4年の新聞には、 呉れたけと名乗る人物の写真術個人教授の広告が登場した。明治に入り、1870年には、神田柳町、現、神田須田町2丁目に、沢崎錦栄坂写真書が開業する。翌1871年には、横山の弟子の北庭筑波、いい洋法の父が、浅草花屋敷に写真館を開き、1874年に、 ウカ玉川門下の深沢カナメたの写真講座を元に日本初の写真誌、脱影山を創刊し、後、フォトグラフィー、写真雑誌と指名変遷、写真ジャーナリズムの先駆けとなった。同じく1871年には北帝の助言で浅沼東吉が日本最初の写真材料店、浅沼商会を日本橋も副町に創設。 1875年には初の国産大使の製造販売を開始する。1873年には横浜居留地で写真業を営んでいたスチルフリードが有料写真講習を開始し、1874年には下岡の弟子鈴木真一が横浜に写真館を開業した。幕末、明治初期の写真に大きな影響を与えたのがフェリー・チェベアトである。 ベアトは1863年から1884年まで日本に暮らしたが、日本の水彩画の技法を取り入れた着色写真で有名である。ライムント・フォン・シュテルフリートも写真術をベアトに学び、写真館、シュテルフリートアンデルセン、日本写真社ともを作った。ベアトの弟子の草壁金兵衛が発売した、ランザ細工や薪絵を表紙に施した豪華なアルバムは、 横浜写真と呼ばれ、有力な輸出商品となった。彼らの写真にはヌード写真もあったし、日本人の構図用のポルノ系、ヌード写真もあった。明治9年、1876年、日本における最初の写真判件保護に関する立法が写真条例として制定された、明治9年大条官、布告90号。その第一条には、 凡素人物山水その他の諸物賞を映しして願いでするときは五年間先輩の剣を、よ、不平しこれを写真判権と称すとある。同年、横山を教官に陸軍主官学校で写真教育が開始され、横山は1878年に日本初の空撮を行った。1882年には銀座で写真館を経営していた二宮作の支援で、 深沢かなめた千葉が写真進歩を創刊した。1883、明治16年に東京、浅草の写真誌、江崎玲二がイギリスから輸入したジョゼフスワイ公案のゼラチン乾板を使って、隅田川での海軍による水雷爆発の瞬間を撮影した。それまでのコロディオン出版法での撮影には秒単位の露出が必要で、 なおかつ撮影現場で観光版を調整しなくてはならなかったのに対してこれは観光度が圧倒的に早く撮影対象が大幅に拡大したことと撮影現場での暗室を不要とした工業生産品であることの2点によって革新的であったこのゼラチン看板の登場により高度な知識と技術的熟練を要した写真撮影が容易になり専門家である 写真紙だけでなく、一般の愛好家も増えていった。明治20年、1887年、写真条例が廃止され、写真判権条例が制定された。写真判権条例、明治20年直例79号では、写真とは、盆素汚線と薬品との作用により人物器物景色その他物性のしんなりを写し知る者を言い、 写真判権は写真を発行してその利益を共有する、権を言った、第1条。写真判権は、写真誌に属し、第2条。人物写真以外の写真は、判権登録が保護の要件とされた、第3条。保護期間は登録の日から10年、第6条。明治32年著作権法の制定とともに、廃止された。百八十九年には、当時の有名写真誌や、 在日外国人の写真愛好家などにより、日本初の写真団体日本写真会が発足した。明治27年、1894年、日清戦争において、陸地測量部従軍写真班の小倉健氏が、従来の甲板に代わりフィルムを使用した撮影を行った。これが日本におけるフィルム使用の最初ではないかと言われている。 同じく1894年には日本最古の写真専門学校といわれる写真講習所仮場が創設され、1902年には女子写真練習所が設立された。当時写真は西洋の先端的な科学技術であるとともに人間の思考や社会に深く関わる地として日本の社会に授要され浸透していった。日本における芸術写真の始まりは 1905年頃と考えられる。まず、幽騎者が1904年に結成され、秋山哲、タスク、加藤誠一ら、次第に芸術写真に向かっていった。幽騎者の流れで、東京写真研究会が1907年に結成され、その展覧会である、県展、県展が開催される中、野島康蔵ら芸術写真の代表的な写真家が登場してきた。 一方関西では、何わ写真クラブが1904年に結成され、その展覧会である、並展、老展が開催され、米谷高老ら芸術写真の代表的な写真家が登場してきている。1910年代には、芸術写真は、日本の写真の中では主流化し、野島らが大いに活躍する。1920年代には、1921年に大阪で、 写真研究家の上田区王とその次男、橋尾文雄、写真家の不動賢治らがまず、芸術、シャマシャを起こし、その後商業雑誌、芸術写真を刊行した。竹沖は、ピクトリアリースムの理論家、ホースレー、ヒントンの主著の翻訳者でもあり、彼自身も、写真技術に関するおびただしい数の著書、役所を持ち、1920年に、写真術百科大辞典という、 上官のみで525ページに及ぶ隊長を表している。1910年代にパリに赴いた後帰国した福原晋三も1921年に竹オーラに遅れて導入し写真芸術を創刊1923年までし1922年に写真集パリとセーヌを刊行した。特にパリとセーヌは日本の芸術写真の代表作と言える。 福原は他にも、光と、その会長、1923年などを観光している。その他、ベスタン派と、光オパ表現派とも呼ばれるような、高山正隆、山本牧彦、渡辺敦志ら、中島健吉の、カメラ、芸術写真研究、いずれも、アルスから観光。前者は1921年創刊、後者は1922年創刊。 または後退者から出てきたも芸術写真の作品を制作して活躍した。なぜ芸術写真が起こったのかであるが、これはもともと写真技術を科学技術と捉える見方が強かったのに対し、英国でこれを独立した芸術分野として確立しようとする運動が起こったのを行使取る。絵画を模倣したものであるというのは誤解である。写真技術によって、 それまで唯一視覚的な写実表現に携わっていた絵画がその存在意義を問い直された結果、決して写真に写るものが人間が視覚を通じて認識しているものの実際のあり方ではないという批判が起こった。現実には写真機が写すのは事物のフォルムだけであり、認知のために重要なものとそうでないものを区別しつつ対象の異例を感知する人間の視覚は むしろ絵画表現によってこそ再現されるという立場もあった。そうした反論も意識しつつ、写真機によって写されたものを改良し、芸術としてより高めようと試みたのが、そもそもの芸術写真である。1923年の関東大震災をも一つの契機として、1920年代中頃から都市化、近代化が著しく進行し、日本における 前衛美術の展開も活発化し写真の分野でも芸術写真の枠を超える先鋭化した表現が技術的にも可能になってきた芸術写真だけが唯一取り得る芸術的な写真表現ではなくなった。また欧米においてストレートフォートグラフィアノイエフォトの傾向が顕著になってきていた。これらを受け、淵上白洋ら日本古画芸術協会の 構成派を経由して、そのような新しい表現を用いた作品が徐々に出始め、進行写真への道が開かれていった。なお、日本の写真の主流が芸術写真から進行写真へ移行した後も、芸術写真はなくなることなく、必ずしも太い流れではないが、戦後へと確実に継続している。 新興写真の始まりの時期をどこに置くかであるが、1930年代には明確に定着しているが、上記の通り、後生派の時代、淵上白洋ら、すなわち、1930年よりはもう少し早く、関東大震災後の1920年代半ばくらいを始まりとすることが考えられる。以降、土涛のように、新興写真への動きが始まる。まず、 中山岩田が1927年に帰国し、1930年にはアシアカメラクラブを結成する花屋勘兵衛、松原十三ら。やはり、1930年には新興写真研究会が木村瀬ミ一、堀野正夫、伊達義雄、渡辺義雄らにより結成され、さらに、1930年には何は写真クラブを母体として、 短編写真クラブが結成されているメンバーは、上田備えさん、椎葉治む、平井明七、安井中寺ら。1931年には、ドイツ国際移動写真展、ドイツシュトットガルトで開催された、フィルムウントフォとト展の写真部門の日本巡回展が開催され、日本の写真家たちに決定的な影響を与えている。新行写真の具体的な作品としては、 ホリノの写真集、カメラ、目抜鉄、構成は1932年、小石清の写真集、初夏真経は1933年、波展における作品の発表は1932年、渡辺義雄のシリーズ、カメラウワークは1932年、雑誌、フォトタイムスに発表と相次いでいる。また、1933年には、野島の写真の女の顔、 20点、銀座、木の国屋という展覧会開催されており、野島の作品が、この時期には、芸術写真から進行写真へと移行していることを示している。また、雑誌、公営、工画、野島、中山、木村伊兵らは1932年から1933年の観光であり、第1号に掲載された、稲信夫の論文、写真に帰れば、 信仰写真を商用する内容となっている。信仰写真の大きな流れの中、一部は社会性に富む報道写真として分化していった。残りについては、その写真表現が次第により先鋭化し、1930年代後半にかけて前衛写真と呼べるようなものになっていき、各地にそのような傾向の集団が登場してくる。具体的には以下のようなグループである。 新行写真は、このように、報道写真や前衛写真へと転化していったわけだが、校舎については、前衛に対する政府の弾圧、技巧、技術偏重による、表現の行き詰まり、社会性からの乖離と社会性を要求する、外的圧力、戦時におけるアマチュアとしての限界などの問題が生じ、太平洋戦争の中、あえなく知ってしまうことになる。このことは、決定的。 徹底的なことであり、ごく一部の例外を除き、戦後の前衛的な写真表現との断絶が見られる。こうして、信仰写真は、事実上、報道写真へと解消されていくことになる。信仰写真を代表する、写真家として、すでに上がっていない者としては、上田正春、桑原柏雄、永久、恩智幸四郎、福田勝二、金丸重根などがいる。 この時期の報道写真の大きな特徴としては、社会性の極端なまでの重視と従来の写真とは異なり、アマチュアを排したプロの世界となっているという点を挙げることができる。先に紹介した稲信夫の論文、写真に帰れ、雑誌、公営第1号、1932年掲載は、そもそも報道写真、社会性優位の主張を内包していたと言ってよく、この時点に、 すでに報道写真の時代への方がはあったと言える。偶然にも、以降の報道写真の時代を経営する、代表的写真家、編集者の一人である、ナトリオーノスケがドイツから帰国したのも、同じ1932年であった。また、報道写真は出版メディアとの連携が必須であり、特に新聞、単なる、ニュース写真にとどまるを超えるものが必要であるが、日本初のグラフ雑誌である、 朝日グラフは1923年にそうしており、これが、ライフの創刊、1936年により、かなり、前であるという点については、注目しておく必要がある。大久保義美六等が活躍。しかし、写真を中心に据える出版メディアが本格化するのは、以下の通り、1930年代半ばである。ナトリ之助を中心に、稲信を、木村伊兵衛、原宏 岡田桑像らが日本工房を設立したのは1933年、意見の相違を原因とする、伊奈、木村、原、岡田ら、すなわち設立メンバーのほとんどの脱退受け、1934年に第二次日本工房となり、土門健河野隆亀倉優作、山名文夫、藤本四十八らが加わった、同年に世界的なレベルの本格的グラフ雑誌として、日本では、 最初のものである、対外宣伝誌、日本が創刊された、1944年までに36号を、刊行、渡辺義夫や堀野正夫の写真も掲載された。一方、日本工房だった組を中心に、1934年に、中央工房が設立され、1941年に、東宝社となり、渡辺義夫、菊池俊吉、浜谷博渡辺務、 光僕広志、大木実、林修雄、園部清らも参加、1942年に雑誌、フロントを創刊した。フロントでは、ソ連の CCCP、建設のソ連邦、ソ連邦建設、1930年創刊2版を取った大胆な紙面構成、レイアウト等のもと、フォトモンタージュの技法などが駆使され、その芸術的、 表現的な点からのみ評価すれば、戦前の日本のグラフ雑誌の頂点ということができる。1945年までに、10冊が制作され、うち9冊が刊行された。これ以外にも、青年報道写真研究会が1938年に、ド土ン、浜谷、藤本48、光僕広史、加藤京平、東京工芸社または東京光芸社。 田村茂シにより結成されたり、雑誌、写真集法が1938年に内閣情報部により創刊されたり、1940年には日本報道写真家協会が土門健らによって結成されたりすることで、戦時に向かって政府の恣意的な庇護のもと、報道写真はその一時的な独占的繁栄を謳歌することになる。その繁栄の中で、報道写真は、 信仰写真を飲み込んでいき、アマチュア写真家や芸術写真、前衛写真を社会性がないとして排斥していく。しかし、報道写真そのものも最終的には戦争に飲み込まれ、その自由をほぼ失ってしまう。その理由は、日本における報道写真の社会性の脆弱さゆえだけではなく、本質的に社会性にはそもそも 社会に絡め取られるという弱点が内包されていることによる。報道写真のこのような動きは、戦争過担という評価を免れることができないものの、同時に、時世に抗うことができず、戦時において生き残るためにやむを得ないことであったという評価も切る。ただ、その中で、浜谷博士やドモン県のように、自らその流れから脱落し、別な切り口で社会を見つめる。 独自の世界へ向かう展開も見られた。一方、社会性がないとされた写真家は時代に歪められていった。器用さのないものは、事故の世界に閉じこもらざるを得ず、中山岩田、器用なものは、事故の世界の部分的な放棄や、天候や分裂、シーズ、反世界、1940年 VS、写真集法など、泳ぎなくされる、小石清。また、 沈黙に向かう者もいた、野島や須蔵この中で、安井中次は、写真の多様性を認めつつ、時代に屈せずに、従来からの姿勢を変えない代表的な写真家だったと、言えよう。例えば、シリーズ、リューマン、ル、ボーユダや、1941年。ただ、安井も1942年には他界してしまい、このような動きはほぼ途切れた。しかし、その死により、 政府のより厳しい追求を受けずに済んだということを考えると皮肉ではあるが、安いの早い死は、かえって彼自身にとっては幸福だったと言えるかもしれない。不思議なことに、報道写真だけが、戦後に戦争加担という非難をもってしても潰されることなく、太い流れで明確に継続することになる。写真の歴史という観点から見れば、この時期の報道写真については、 戦争過担という非難が該当するというよりも、報道写真家と呼べないような写真家、報道写真家から言わせれば、社会性の欠如した写真家たちを排斥したこと、多様性という目を積んでしまったことにより多くの問題があったとも考えられる。そして、このような排斥は、やや形を変えて、戦後もある期間継続することとなる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。